死刑囚、最後の言葉。ジヌ。1958年8月、都立小松川高校の定時制に通う女子高生が、校舎の屋上で腐乱死体で発見されました。犯行を認める犯人の電話と手紙が新聞社や警察に送られてきたり、犯人と記者による一問一答の録音がラジオで公開放送され、世間の注目を浴びました。事件発覚から10日後、現場となった高校に通うジヌが容疑者として逮捕されました。事件の凶悪さのため、当時18歳でありながら少年法の適用外とされ、死刑を言い渡されます。また、ジヌには余罪がありました。自宅の近くを自転車で通りかかった工場勤務の女性を、自転車から転げ落として強姦した後、絞殺しています。獄中のジヌは、カトリックに帰依し、聖書、宗教書を熟読したそうです。そんなジヌの執行前、最後の言葉が、死ぬのは嫌だ。